いやーでもね、いい試合だった。スーパーレッグが強い。でも、タケルに勝ってほしかった。本当にタケルに勝ってほしかったよ。やっぱりその試合後のマイクもタケル選手の話なんですけど、自分のためにももちろんそうなんですけど、自分のサポートするファンのために戦ってるぞ。ここで勝って、もちろんね、自分が世界最強というのを証明したいっていう気持ちは強かったと思うけど、やっぱりこのずっとタケルをフォローしてくれたファンを喜ばせたいっていう、そういうメンタルと考えと気持ちを持って戦ってるのが、やっぱりすごい通じると思います。ファンのために戦うファイターはやっぱり最終的に一番人気になるんです。ファンのために戦ってて、それを伝えることができるファイター、やっぱりファンに伝えることができないと僕たちも何も分かんないから、まあもったいないんですよ結局。でもやっぱりちゃんとファイターはこういうモチベーションで戦ってたっていうのも言葉にしないといけないって、そのタケルのインタビューを見て思った。まあもちろんただ強いのと戦いって誰でもいいって言うんだけど、それよりももうちょっとこういうモチベーションで戦ってる、こういうのを目指してるって本当に言えるファイターは本当にそれを信じていて、そういうモチベーションが彼らの戦い方に現れたらファンはつくと思います。であとはもちろん、まあ、強いを前提としてね。ただやっぱり結果として負けたので、タケルはこれから誰と戦うんだろう、また戦うのか、これ以上の体を作れないって言ってたから、もうこれ以上戦わないっていう話なのかな、どうなんでしょう、分かんないです。 BS ロッタンはまだ盛り上がると思いますよ。どっちが勝つかは別としてまだ盛り上がると思いますが、どうなんだろう。僕はね、見たいと思いますけど、皆さんはどう考えてますか？タケル VS ロッタンまだ試合見たいですか？それともタケル VS なんかロッタンほどのレベルではないファイターと一回組んで、それからまたなんか勝てばロッタンにつなげていくっていう、そういう方法、そういう道もあるんで、皆さんはどっちがいいと思いますか？